はい、こんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。BL71 の傷の状態をね、お見せしたいと思います。どれぐらいの傷があるかということですね。一番多いのがこの蓋の上になります。ここの蓋の上のところです。ここにもありますね、一箇所、見えますか。ここですね。それから、まあ、小さなあの擦り傷はあるんですけども、こういうところ、こういうからここですね、ちょっと目立つのがね、ここからここですね。そんなね、あのよく見ないとわからないような、小さなものですけど、遠くからこう見た時に一番気になるのはここのまた傷ですね、こことね。であとですね、こういうところも小さな傷になりますね。あの通常はあの修復する予定ですけれども、あの傷修理が不要ということであれば少し安くできます。もともとこのピアノはちょっと格安に、ここにね、KL32BG って36万8千円出てますけどね、もうデザイン一緒なんです。もうほとんど一緒。これ製造番号が1232ですね。でこの製造番号が94ということで、数年の製造の違いだけなんですけど、この価格差は非常に大きいですね。ちょっと特別に目玉商品の形でお安く出しているので、傷の修理なくてもですね、まあ、少しだけは安くできますけど、そう大幅にはちょっと安くできないモデルになりますね。はい、BL71 の赤いピアノ。足元とかはちょっと暗くて分かりにくいけど、そんな大きなね、ゴツンと当てたような傷はなさそうですね。はい。まあ、中もね、こういう状態ですけどね。はい、結構綺麗ですよね。はい、いかがでしょうか。まあ、傷の状態をご報告させていただきました。まあ、状態をね、確認いただけたらと思います。それでは、さようなら。